未明に韓国の統一地方選挙の開票がございました。結果はと申しますと9対8で野党が勝ったということでしょうかね。9対8の内訳はこれは韓国でいうなんとか道と書くところですね。日本で言いますと県と考えていいと思います。それと韓国でいう広域自治体、これは日本で言いますと、簡単に言いますと政令指定都市と考えていいかと思います。合わせて17の大きな争点があったわけですけれども、ソウルなど9つの首長を野党側が取って、与党側は8つしか取れなかったということでございます。例のセオール号の沈没があったわけです。どうしてこれ、不思議に思われるんじゃないかと思いますが、300人以上亡くなったと、大きな事故です。しかしこれ5000万人の国の規模で見ましたら、この事故自体はある極地で起きた尖閣の海難事故ということです。東日本を襲いました大震災、あれとはとても比較にならない、ただ一件の事故でございます。これがあっという間に韓国の国政を揺るがす事態になってしまったわけです。なぜかと申しますと、まず政府の対応が悪かったと、お粗末すぎた、政権そのものの中枢部の対応もまずかったし、下にいる公務員たち、これまたとってもお粗末な対応が多かったわけです。例えば、政府の安全行政部という省庁がございますが、そこの局長、この人は、まだ見つかってない、行方不明者の家族がたくさん集まっている場所がございます。待機場ですね。そこに死亡者名簿が貼られていると、その前で、部下を呼んで、おい、記念写真撮ってくれと、こうやったわけですね。たちまち吊るし上げに遭いましたけれども、こんなお粗末な公務員たちがたくさんいたわけです。さらに、もう一つの要因は、野党側がこの沈没事故を徹底的に政治利用したということです。それが当たったと言えると思います。韓国という国は戦後の韓国を見ますと、左翼陣営の得意の戦術は、死体、遺体の入りましたお棺ですね、つまり棺を担いでデモをするという、これ韓国の左翼の伝統的な戦術でございます。今回はさすがに、遺体を担いだデモというのはありませんでしたけれども、その伝統を引き継いで、死者を弔うなんていうもんじゃない、死者を徹底的に政治利用するんだという左翼陣営の動きに、国民全体がハマってしまったという感じがございます。それで、野党大勝利じゃないかと言われたんですけれども、蓋を開けてみると9対8、前回までは、与党が9取っておりました。9対8だったのが8対9になったと、ほとんど変わらんということになりました。実はこの前回までの9対8、と申しましても、実はソウルは任期途中で市長が辞めてしまって、その補選で野党がすでに勝っておりましたので、実を言うとすでに与党にとって8対9だったわけです。それで選挙をやってみたら8対 9, 9
つまり、もうどうしようもないだろうと追い込まれた与党としては大善戦したと、なんとか前回と同じ数を合わせられたと、ほとんどもう引き分けだと、こういう感じじゃないかと思います。しかし同時に行われましたのが教育官というポストの選挙でございます。教育官って何かと申しますと、日本で言いますと教育委員長に、それから教育委員会の事務局長を兼ねたような職と言っていいと思います。これが韓国では投票なんですね。これは17のうち13か14左翼陣営が取りました。どうしてそうなったかと申しますと、保守側がほとんど分裂した状態で選挙に臨んだ、つまり複数の候補者を立ててしまったと、出てしまったと言ったらいいんですかね。これに対して左翼陣営は完全に候補を一本化いたしました。これで大きな差がついてしまったわけです。特に注目すべきなのは全教祖、日本でいう日教祖よりもはるかに組織力、行動力の強い組合でございます。北朝鮮の完全なる影響下にある団体です。この直系の候補者が6人ぐらいいると。さらに全教祖の支援を受けた左翼がやっぱり6人か7人いると。つまり教育関係は17のうち13か14が北側の指令で動くような陣営に逃げられてしまったということです。これは単なる市長を取ったかどうかよりも、あるいはずっと大きな問題かもしれません。彼らは反日グループでもあります。このグループの影響がどうなってくるか、韓国の教育がこれからどう動くかというのは大変大きな注目点じゃないかと思います。もう一つ、今度のソウル市長選挙でチョン・モンジュンという与党の候補者が落選いたしました。この人は FIFA、 いわゆるサッカーですね、 FIFA の国際連盟の副会長をしてた人です。現代重工業のオーナーでもあります。この人はソウル市長になって、その次は大統領を目指すとこう言ってたわけです。しかし惨敗しました。こうなってくるとパク・クネさんの後任というのは誰なんでしょうかと、1回しかできないわけです。私はこれは当たるか当たらんか分かりませんけれども、現時点で与党陣営の次の候補者として出てくるのはチョン・ムンジョンさん、ムンジョンさんが完全にポシャってしまって、おそらく出てくるのはバン・キムン、バン・キムン、例の国連の事務総長でございます。この人が世界の大統領と今韓国内では言われております。世界の大統領から東アジアの田舎の国の大統領に天下りするんだと言ってきっと出てくるんじゃないかと思います。野党陣営がその時どうなってるか、おそらくまた分裂するんじゃないかという気がいたします。まあ、まだ3年半以上ある中でございまして、ちょっと早い予想かもしれませんけれども、私は今回の統一地方選、チョン・モンジュンの落選ということを見まして、どうも次はパク政権の次はパン・ギムン、そして彼の姿勢からすると韓国はますます中国にのめり込んでいくのではないか、そんな気がして致し方ありません。チャンネル登録もよろしくお願いします。